癒しの星空解説員永田美恵です。皆さん、質問をどうもありがとうございます。それでは早速お答えしていきましょう。漫画で見る太陽や月がいくつかある天体って宇宙ではよくあるんですか？どちらも一つしかない地球の方が珍しいんですか？という質問をいただきました。どうもありがとうございます。そういえば私もスターウォーズの映画の中で2つの太陽が見えているシーンを覚えています。実は宇宙では星は連星といって2つ以上の恒星が回り合っている方が確かに多いんだそうです。明るく重たい星は 75% ほど連星を持っていることが研究チームによって発表されています。そう考えると太陽が1つというのはそれだけで実は珍しいのかもしれません。さらに月は地球が誕生した時に一緒に誕生したわけではなく、地球が誕生した初期に火星サイズの天体が地球に衝突し、やがて岩や塵が飛び散って月が誕生したと言われています。これをジャイアントインパクト説と呼んでいます。現在月の形成を説明するのに最も有力な説です。ということは月は偶然にできたということなんですね。もしも地球に天体がぶつからなければ月はなかったんですから。太陽系の惑星を見ると太陽に近い水星、金星には衛星はありません。金星の外側を回っているのが地球ですから、月はあるというのは奇跡的なこと。実際に月ができたおかげで地球の自転速度が遅くなり、海がかき混ぜられてその中から生命が誕生したと言われているんです。天体がぶつかるなんてそうそうあることではありませんし、地球誕生の初期というのも良かったですよね。ということで質問の答えは、確かに地球という惑星は宇宙の多くの星からすると珍しいのかもしれません。